キャロル・リン・レイはアメリカ合衆国の女優。日本ではキャロル・リン・レイ、またはキャロル・リン・リーとも表記される。アメリカ合衆国ニューヨーク・シューマン・ハッタン生まれ。父親はアイルランド人、母親はニューイングランド出身で、イギリス人、ドイツ人、ネイティブアメリカンの血を引く。はじめはキャロライン・リーの芸名で少女モデルとして活動。15歳の時、 ライフ氏の表紙モデルに起用されたことがきっかけで、女優としての活動をスタートするが、すでに同性同盟の女優が存在したことから、キャロルリン・レイに名を改めた。1959年に10代の妊娠を扱った舞台、ブルーデニムで、ブランドン・デワイルドと主役のカップルを演じて注目され、同年の映画版でも、ブランドンと共演し、ゴールデングローブ賞の新人賞にノミネートされた。 映画での代表作は、青春の旅情、ガンファイター、ヤムヤムガール、スーキウ、バニー・レイクは、行方不明、ポセイドン・アドベンチャーなどが挙げられ、ポセイドンではキャロルによる、劇中歌、ザ・モーニング・アフターがアカデミー歌曲賞を受賞している。テレビドラマの出演も多く、事件記者、コルチャックのパイロット版、魔界記者コルチャック、ラスベガスの吸血鬼に主演したか、 ヒッチコック劇場0011ナポレオンソロスラッシュの要塞バークレー牧場ケージコジャックハワイ語のゼロチャーリーズエンジェルなど数多くの作品にゲスト出演している。年度は出演した年ありがとうございます。